じゃあ、火が。滝王様ー。高めよ。はい。スペインです。トイレ掃除しとけ。はい。いつもの日かな。はい、ジンが出るわけだ。さっき占い師ショターにシリフになってたから。うわ占い師か。うわ占い師だ。キノコの島から持ってきた木が。あ、滝王様。分かめよ。はい。おキノコの島から持ってきたあの焚き火の火だからさ、絶やしちゃいけないの。はい、あ、聖火ランナーだ。どこにいようかな。ルームメイトなんだけど、ただの。エスペンです。死んでる。あれ、2秒前。え2秒前。どこですか ?2 秒前。2秒前には死んでました。どこですか。これシャワーの奥まったところで、なんかスパーンっていきなり目の前で弾けて、俺とミサトが話してたら、ね、どっち切ったんだろう。全然わからん。重なってて、力が欲しいかみたいなこと言ってたんですよ、冗談でね。何してるんですか、どういうことですかつって生徒が来て、スパーンスパーン、ね、はい。つまりどういうことですか。じゃあどっちかにインポスターがいるってこと、うん、赤がいるってことですよ。村長だったらそういうことですね、うん、瀬戸が。でも力が欲しいかって言ってるってことは村長でしょ。シェリフではなさそうですよね。そうですね。いや、あのそれミサトランのどっちかが言ってたんじゃないの。そう、僕とミサトランが。どっちが言ってたんですか、力が欲しいか。まあそれは僕ですけど、特にあの何もないです。めちゃくちゃ怪しいですね。怪しいね。今のそれはマジで何ももらえなかった。何ももらえない。本当ですか。本当かな。うん、それみんな最初はそうやって言うんですよね。びっくりしてるな。え、これハテナが近寄ってびっくりしてレポートしたわけじゃないですよね。あ、近寄ってったんだ俺。ハテナ、あそうそう、アーカイブから3人シャワーについてるの見て、アドミンで。全然見えてない。視界広い。見えてないね。たらまたハッチャーさんのなんか歯茎の音みたいな聞こえた。歯茎の音。歯茎の音って何。気のせいじゃん。歯茎の音ね。歯茎音って何。いつものやつね。急に弾けた時のなんかあれか、エミみたいな感じの向きだったんです、ね。まあ、でも確かに瀬戸がスノースリーフ行ってきて目の前で死んだんだったら、お互いがお互い疑い合いそうな場面ではある。うん、怪しい。いやいや、まあミサ俺目線はまあミサトラン以外ないけどねっていう話ですよ。だからかちょうど重なってたんで、ラバーズでもないんだってのが正直な印象でしたね。うん、2人ともつっちゃえばローラーします。まあローラーが硬い気もしますよね。じゃあ占い師さ、ミサトラン占ってさ。いや、はっちゃん占ってよ。なんでお互い占わせようとすんだよ。だって俺白いもん。占いよ、あっちゃんのこと。ミサトランのこと占いよ。早く。どっちもすればいい。トイレ掃除しとけ。はい。いつもの日かな。はい。なんか。静か、メイン枠と静かだな。うん、連続だ。占い師ってそんなラバーズじゃねえか。はっちゃんラバーズなんだろ。え、これ違うんだ。生きてる。お、生きてる。え、あ、ただ釣られただけだじゃん。ラバーズかと思ってた俺。え、え、なんでポップコーンあげてるんですか、みんな。どうしたの。ラバーズ勝っちゃうよこのままだと。ラバーズ、どういうことそれは。ラバーズ勝っちゃうよ。あ、まあまあラバーズは落ちないけどね、確かにね。瀬戸八はないんじゃない。瀬戸八インポスターのハッチャンサイドキックなんで、私を釣ったら終わります。瀬戸八インポスターの私ジャッカル。嘘でしょ。なんでじゃあ瀬戸殺したんだ。え、どういうこと。ちょっと説明してくださいよ。瀬戸さんとハッチャンが人外で、
その流れを知らなかったもんで、はっちゃんにサイドキックを渡して瀬戸を切っちゃったと思います、多分。は？なので今ジャッカル、私ラストジャッカルです。おっと、すいません。おっとマジそれが本当だったらだいぶまずいけど、勝っちゃうかも。いやでももう止めれない、もうこれは止まらないよ。ジュアイが渡してない、渡してない読み。まだ。ちなみになんか純愛者っぽい人っています？いないよそんなの。わからんな。この人純愛者だって。最初の脇以外で渡せないと思うよ。確かに。まあ、今回の脇で多分渡せないでしょう。この人純愛者だっていう人ちょっと誰か名指ししてくれません？誰でもいいんで。ラスピョンさんです。ラスピョンです。え、僕。おお。ガチャみたいな純愛じゃない。ゲッサーだったの。占いじゃねえんかよ。俺なわけがないじゃん。発砲したんだ。ポンズ詩人に渡してなかったら俺なわけないじゃん。あ、これバカなことした。ランチャーを占っちゃった。あー、え、どうだった？でもランチャーが言ってこと正しい。ハドホだった。マジ？ハドホですか？はい。うわまずいな。これ詩人さん一票抱えた状態で死んじゃう。いや10枚渡してないこと、もう見るしか。もう東京入ってるから無理じゃない。ワンチャン初端だったら渡してない説ある。渡してないっすよね。渡してるよ。かけるしかない。村のせいで負ける。村のせい。村のせいで負ける。何を言ってんだよ。インポスター2人潰したお前のせいだ。あ、でもスキップ2票入ってんな。さすがに続くんじゃない。あ、ナイスマヌケどもがよ。ミサトランさん。じゃあミサトランさんちょっとこっち来てください。ミサトランいい加減にしてください。村のせいで負ける。おめえのせいだよ。おめえのせいだよ。何で通報もしたんですか。しかもいや、ハテナが近寄ってきたんで。終わるで、ハグキの音出したんだ。キックできないもんね。いや、わかるでしょうが。サイドキック渡す瞬間に俺がサイドキックじゃなくなったって気づいたんだから。そっか。余裕だな。マジで最速。余裕だな。最速。ミサトランと同じ陣営だとマジで最速。押しだけで勝ったもんな。いや、クソゲーです、これ。クソゲー、全然 GG じゃない。ラバーズ。そうなあ、アルマも歯茎出てたの。まあいいねんじゃねえのとか言って、しめしめだよね。やら次渡してたんかショッター。もう覆らないぐらい入ってたしな。メイヤーも入れちゃってたもん。あーおもろ。こんなクソじゃやったら絶対スクルーだって次。ほらショッ瀬戸、クルーメイトです。瀬戸クルーメイトですよ。うん、正直に言い合います。役職、ほう、いいね。いいじゃん。サイドキックです。おは？え、サイドキックってこと？おい、おにぎ、はっちゃん、おにぎ、あんた叫んでマジで。おい、俺クルーメイトだもん。ゴリゴリのバカしてんじゃねえか思いっきり。おにぎ何を。です。飛んでる。え、何？なんて？やばいやばい。です。いいよ。マジで言えないやつじゃん。おにぎ。おにぎ。です。おい、すな、正直に言い合おうぜ、役者さん。いいよ。ミサトランいいよ、じゃあ。いいよ。はっちゃん、正直に言い合おうぜ。うん、だから言うって。マッドメイトです。おい、ミサトラン、お前殺してきたろ、おい。ミサトラン殺してきたよ、お前、ポンズリー、お前。おい、ハチャンさん、なんだよ。お前、早く言えよ。だから来る。異常、ん？おい、だから来る。だから来る。あら、きっと来る。きっと来る。来る。僕の中のスケールだと。スケールだと。スケール、かっこいい。何を言ってんの？サイドキックになりますけどね。盤面選手的なこと言ってんじゃん。めちゃくちゃ浅いです。波動砲ポンズ？いや、波動砲ポンズマットメイトです。
めちゃくちゃ疑われてるやん。ちょっと待って。裏切ったの。マットメイトにできる人間ってでも一人しかいないよ。誰？なあ。誰？あの。え？あのなんか2個出てるんですけどこれ言ってもいいんですか？2個出てる？2個出てる。あだからあれじゃない？1回目の人外じゃない人が一人だけわかるってやつじゃない？あそれ俺じゃない？言わない方がいいですか？バカだね。見るやんかな。早く言わないと。ビルゲッサーいますよ。いやそうなるわ。ポンズお前本当にもったいったら。ポンズがマットメイトやったらお前ミサトランしかいねえじゃねえかよ。ミサトラン残念だったな。八山もう遅いんだよ。え？俺ら全人外と繋がってるんだよ。え？するようがねえんだお前には。すいません、僕投票でお願いします。なんだよビビらせやがって。どっちにすんのこれ。いや親からじゃない？切られたらまずくない？親言ってない。なんで私確定なんですか？ポンズやろう。状況を言うと、ね、まあ、ユキとポンズとハッチャンの3人で湧いた時にポンズが約束を正直に言うお前なんなんだよって言ったらサイドキックですとか言うから、じゃあおにぎり波動砲じゃねえかみたいな下りがあったんですよ。下りがね、まずそんなわけないじゃない、うん、そう、そんなわけないよね。そしたらミサトランがふーってきて、うん、いいよいいよとか言って、何言ってんだこいつと思って、で、なんかそしたらですよ、ポンズが俺マッドウィートだとか言ったから、ミサトランぐらいしかないじゃないですか。そんな正直に言ったってことですか？じゃあまあポンズがね。いやでもトッシンさんがマッドメイトって言うから。でもトッシンさんがマッドメイトって言ってるの。あほんだな。あ本当だ。そうか、そうなんだよ。それしかないわ。チャゲポヨハテナもいるけど、チャゲポヨハテナは何で私バカに狙ってんの？もうできないよ。狙ってるっていうか、まあね、確かに狙ってるっていうわけじゃないですけど。ああ。はいミサトラ。おめでたい占いなんだ。すいません兄貴。うん、占い師強っ。みんな僕はほっといてくれ。これマットメイトってさ、マットメイトってなんか渡せんのかな。最高手段。あもつね。ルルルル。うん？テキさん、テキさん、テキさん。ちょっと、テキさん。警官に呼び止められたら。止まりなさい。ああ。かわいい。うわ、ラバーズかっこいいな、これ。すごい。え、何？すげーよ。ちょっと最初に渡して。ちょっとまず説明してよ、これどういうこと？ラバーズでポーズされてよかったの。いや、最初ラバーズだったんだけど、竹雄さんに渡してさ、ハート。うん。ほうほう。で全然あのどっちもあれだよ、波動砲はいなくて、うん、そう俺が適当にサイドキックもらったって言ってたらミサトランからあのあれをもらって、なんだっけ、マットメイト、マットメイト。そうで竹田投手さんに占られたっていうだけ。なんで最後は最後はどういうことなんこれ、なんで。え、最後はバブルが死んで、うん、初手キルでジャッカルいなくなってたからインポスターだけ、そうでミサトラン釣られてたから竹雄さんが打って終わったんじゃない？あ、僕打ってない、打ってない。あ、僕が打ちました。あ、打ってないんだ。誤爆で終わったのか。誤爆で終わった。あー、そういうことね。竹雄さんって声かけたのに全く止まらずにぐん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 進んでした。だから打つしかなくて。もうそういうことじゃねえってことで。なるほど。